真っ暗よ。皆さんこんにちは。神戸にいます。神戸で撮影を終えたところで、この後大阪に行くんですよ。なので今日は大阪で一泊するので Vlog をしていきたいと思います。まずは大阪に行って NMB48 の衣装店を見に行きたいと思います。撮影でめちゃめちゃいろんなお土産をいただいて、すごく荷物が多いんですよ。めちゃめちゃ美味しそうなチョコと花いただいちゃった。大阪に着きました。一旦チェックインしたいと思います。めちゃめちゃすごい。うわー、何これ。この後荷物を置いて NMB の衣装店に行きます。ではお部屋のルームツアーをします。まずね、このむき出しのお風呂、宿泊中に一度も使えませんでした。すごいおしゃれなのにめちゃめちゃもったいないですよね。もう見てください。この素晴らしいね、おしゃれなお部屋。お水とか飲み物とか置いてあるところにもね、ポッキーとかが置いてあって、お土産にどうぞみたいな。すごく嬉しかったですね。ソファーのクッションもめちゃめちゃなんか可愛くてテンションが上がりました。夜景もすごい綺麗で、もったいないですね、ここに宿泊するの。やっとご飯食べれた。女性下着で有名なマルコさんの撮影だったので、ちょっとお腹が出るからずっと食べるのを我慢してたんですよ。我慢できなくて速攻食べちゃってます。現場から持ち帰ってきました。軽くちょっと食べて行かなきゃいけないので、撮影までサラダとか食べることが多かったから、ちゃんとしたご飯って感じのものを食べるのがお腹いっぱいになります。最高、おいしすぎる。ごちそうさまです。一旦部屋に戻ってきました。皆さんちょっと見て、ここね、何かと思ったらじゃーん、クローゼット。しかももう一個あって、ここにね、こっちもう一個反対側にもあって、じゃーんって開けたらめっちゃ面白い。このじゃん、すごい、ドンキホーテとか大阪のね、すごすぎ、面白。ホテルに戻ってきたので、この後
バッグの中身紹介をします。今日は一泊なのでキャリーも持ってきたので、その中身を紹介する動画を撮影します。それが終わったらスパに移ります。バッグの中身紹介の動画は別の動画で見てみてください。動画の撮影を終えたので、これからスパに行ってきます。ホテルにサウナがあるそうなので行ってきたいと思います。一人でプールに来ました。サウナ入ってきました。見て、プールが貸し切り。スチームサウナも温泉もプールもほぼ貸し切りで、このプールサイドの横のベッドで整ってました。めちゃめちゃ気持ちよかったです。それにしてもなんかこのネオン感がパリピっぽいですよね。はぁ、スパから戻ってきました。めちゃめちゃ気持ちよかった。スチームサウナ3セット入ったんですけど、高温でめちゃめちゃ良かったです。プールを水風呂代わりにして、プールサイドのベッドで整いました。今日は本当にいい夢が見られそうです。ではおやすみなさい。めちゃめちゃパリピすぎる。できました。準備中でーす。チーさんとお蕎麦のフレンチにしました。はい。そしてドリーくん寝てるね。ドリーちゃん、こっち向いた、かわいい。おはよう。おはよう、ドリー。一旦バイバイして、私はホテルのお部屋でぐらいに来て、またゴールを再合流というわけで、出来上がりをお待ちください。はい、おいしいお茶ねー。はーい、白フレンチ。ロリーちゃん完成したよ。かわいいでしょ。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、大阪旅の帰りのお供はたこ焼きにしました。はい、新幹線で食べるたこ焼きがね、めっちゃ美味しいんですよね。なのでね、まあ私はよく551の豚まんとたこ焼きを食べることが多いです。はい、というわけで一泊二日の大阪旅 Vlog 見ていただいてありがとうございました。実はね、来月ちえさんと韓国に行く予定をしているので、もし無事に行けたらそれも Vlog にしようかなーって考えてます。ではまた動画でお会いしましょう。バイバーイ。